仙台の電車に乗るの巻。おはようございます、塩作でございます。さあただいま午前9時でございまして、今日はね家に移動したいところなんですけども、どうしてもお仕事が2件あるということで、ちょっとね移動しなければいけないんですわ。久しぶりに電車乗るな、ちょっと乗りたくないな。まあ電車使わなければいけないのでね、電車の中が密になってるのかもちょっと怖いけれども、なるべくね人には会わないように出かけていきたいと思います。出かけたくねえな。ただいま。電車一人だね。行きはね通学通勤ラッシュは避けてたからそうでもなかったんだけども、帰りお昼ぐらいが結構いたね。いやもう余裕で1メートル以内に入ってくるしな、どん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 。でめっちゃ咳するやついたし、あとさもうやっぱなるべくいろんなとこ触りたくないんだけども、東北の電車っていうのはどうしても降りる時とかにボタンを押さなきゃいけないんだよね。だからさもう換気をするという意味でも、もうちょっと寒いの我慢して毎回全部開けたらいいんじゃないの。まあバスで行ける距離とか1駅2駅で行けるぐらいだったら俺はもうチャリ使おうかな。チャリンコといえばさ、仙台市内でウーバーイーツ結構見かけんのよ。あれどうやったら配達する人になれるの？
ネットで調べて登録まではできたんだけども、あのカバンどこでどうやってゲットするのかもよくわかんないし、誰か詳しい人に教えてもらいたいんだけど、ああ、そっか。詳しい人ってことは結局、ウーバーイーツやってる人に聞きゃいいのか。ちょっとこのあたり、ウーバーイーツ頼んでみっかな、そしたらな。で、来たお兄さんにちょっと聞いてみればいいのか。そうしよう。というわけでね、まだまだ大変な時期は続きますけれども、まあお互いみんなで頑張っていきましょう。というわけで今日はこの辺にしときましょう。また次回の動画でバイバーイ。あれば